小雨がちょっとぱらつくんですが、重要な期日となりますのでよろしくお願いいたします。私はもう司会を務めさせていただきます、深名運営員の青島と申します。よろしくお願いします。それではの早速、弁護団の事務局長の黒沢先生の方から、お話をお願いいたします。何分56分、はい。皆さんどうもお疲れ様です。ご紹介いただきました弁護団事務局長黒沢です。よろしくお願いします。今日は第19回口頭弁論、高裁に来ても19回です。で、昨年からもう毎月、この法廷に来てますけども、おそらく今日ある程度もう整理が、主張立証も含めて整理がつきまして、次回で決審を迎えるのではないかという予定でございます。8月25日が次回ですね。でその後は今特に裁判の日程を入れていませんので、これ以上伸びることはないであろうということで、今日と、次回、今日がセミファイナル、次回が決審ファイナルという形になります。で、今日の予定ですけれども、この間ずっと神奈川訴訟でやってきているのは、まあ、昨年の最高裁判決、不当な中身のない判決に対して、幻の我々原告側が勝つストーリーの最高裁判決、これがあの少数意見の方であったわけですけども、この少数と多数をきちんと入れ替えるためにも、まずはこの東京高裁を勝ち抜かないといけないということで、この訴訟の中では今国の責任というところをこの間力を入れてやってきています。で今日もですね、国の責任で最高裁が薄っぺらい中身のない自分に都合のいい解釈で事実を直視しないで積み上げた論理、これを我々は下からじっくり積み上げて崩していく作業をずっと繰り返しており、今日も、因果関係論、要するにきちんとやっていれば、規制権限をこうしていればあの事故はこうして防げたんだというロジックをしっかり紡いでいく、裁判所がきちんと理屈に基づいて判断ができるようにその材料を提供していくということになります。で、大体あの弁護団の方から、プレゼンを30分ぐらいやりますけども、その他今日提出している書面としてはですね、実は前回の裁判の後に裁判所からいくつか釈明事項がありました。で、どんな釈明かなと思ってたんですが、中身を見ますと、総論的な話はもうなくてですね、原告の各請求個別論がほとんどでした。つまりあとはそういう個別論の請求を整えてもう判決を書こうと、まあ、そういう準備が裁判所側で整ってきているというところが見て取れる状況です。で今日はですね、そういったところで個別の主張立証、それから、先ほどの国の責任の因果関係をさらに明らかにしていく、それからですね、東電は今も証拠りもなく、各原告が非難したのは別の理由、要するに原発事故のせいじゃないでしょ、他のもともと高齢で、いつかお子さんのところに行く予定だったんじゃないので、むしろお子さんと過ごせてよかったじゃないかとかですね、あるいは小さい子供たち、いやいずれ東京に出る気だったんでしょ、で東京にもともと出る予定が出たんだから避難と関係ないじゃないかとかですね、とんでもない主張ばっかりしてるんです。そういったところを今日我々の方ではもう一度2011年の段階からの時間を巻き戻して、あの時からどんなに皆さんが苦労して積み上げてきてるのかという点をですね、改めて書面としてまとめて提出していると、こういうことになります。でこの間の東京電力、国の応訴態度を見ていると、もう去年は最高裁が出たんだから決まりでしょと、もうさっさとそれに続く判決を可及審も出してください、まあ、そう言わんばかりの態度です。ただこの間ね、あの首都圏でもちょっと決心が伸びた理由が国の方が反論したいと言っていたという、まだ私も詳細知らないんですけども、そういう噂を聞いていますし、基本的には今神奈川訴訟でやってるのは最高裁の今までの知見の積み重ねの評価とですね、ちょっと違う形で横浜地裁から勝ち抜いてますので、そこを最高裁のあんな乱暴な論理でパンと蹴り飛ばせるようなそういうものではないと思ってますから、ぜひしっかりした判決を今回と次回のね、
弁論を通じて、素晴らしい勝訴につなげていきたいと、こういうことになります。で、今日はそういうセミファイナルで、まあ、準決勝と言ってるんですけども、まあ、次回がね、決心となります。で、決心に向けて我々もいろいろ準備進めております。で、一つご報告としては、現地振興協議、要するに福島の浜通りに実際に裁判官で来たいという希望はずっと出していたんですが、まあ、ご覧の通りこの毎月1回のペースで裁判長も、まあ、定年退官 の時期的な期限がある中で、やはり時間的にかなり厳しいという実情を裁判所から示されています。で、我々はじゃあもう切り替えて、であれば、この夏にですね、我々独自の再度現地調査、現地検証にさらに、肉付けをして、より充実したものをですね、映像化して、で、あとは原告さんのインタビューと合わせてですね、現地の状況、現在の状況で復興したと言われてるけども、そこには必ず影がある、その影の部分を実際に原告さんのインタビューから明らかにして、で、そういったものを映像化してですね、次回の8月までに出していこうと、こういう準備を今進めております。ちょっとこちらに関しては資金も必要になるので、また副課長の皆さんもぜひ、ご相談させていただきたいと思っています。まあ、というところでですね、被害実態をしっかり立証し、損害論を手厚く認めさせる、そして去年の最高裁をきちんと乗り越える、こういう責任論の判断をと、このいいとこ取りを2つしようとしているんで欲張りなんですけども、この2つをですね、獲得するために今日も頑張っていきたいと思いますので、皆さん今日もたくさんお集まりいただきありがとうございます。そしてまた次回、ありますのでね、今日と次回とぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。前回の、5月の状況を踏まえて、この6月そして8月の25日決心になりますが、その位置づけが非常に明らかにされたかと思います。引き続きまして、原告団長の村瀬さんから、お願いいたします。原告団長の村田です。どうも、今日は本当に蒸し暑い、この雨のパラつく中をたくさんお集まりいただいてありがとうございます。高裁で3年半近くなりますので、地裁も含めるとちょうど10年になります。地裁で30回、高裁で19回ですから、もう50回ぐらいから裁判所に通うというような、ことをずっと積み重ねてきたわけですけれども、まあ、私どもみたいに全くこんなこと、事故がなければ知らなかったものとしてはですね、なんて時間がかかるんだろうとしかも自分たちが思ったような結論になかなか達しないというもどかしさを非常に感じてきた10年だったと思います。しかしそうは言ってもですね、やはりいよいよ実質的な最後の場面に差し掛かっています。この高等裁判所の判断がどうなるかによってですね、本当に私たち神奈川訴訟だけではなくて、一緒に全国で戦っている他の原告団の戦いもですね、大きな影響を与えるということで、何としても去年 の最高裁の判決を覆す結論を取っていきたいというふうに、もう弁護団は本当にこれまで傍聴していただいた方には分かると思いますが、本当に理詰めで、これ以上詰めようがないというところまで詰めていますので、理屈から言えば全く最高裁の去年の判決とは違った結論が出るはずだというふうに、私どもも確信しています。我々がですね、8月25日に決心ということになればですね、今全国でも決心を次々に迎えていますが、つい先日千葉の第一陣の決心がここでありました。で、判決日が指定されて12月22日ということに決まってますので、去年の最高裁判決以降ですね、3月10日のいわき市民訴訟に続いて、千葉一陣の高裁の判決が出ると、その前になるのか後になるのか我々神奈川の判決が出ると、ここで何としてもですね、最高裁の去年の判決と違った結論を得てですね、もう一度全体で最高裁に駆け上るという、そういう構図になると思います。
来月には、名古屋高裁の黙ってお内岐阜愛知岐阜訴訟も決審をしますし、東京高裁でも新潟訴訟が来月ですかね、決審をします。次々、今年から来年の初めにかけて、8か9つぐらいの高裁判決が出されることになりますので、この2013年ぐらいから始まった損害賠償の集団訴訟はいよいよ最後の大きな波、大きな大詰めの場に来ているということだと思います。本当に皆さんにはですね、もう10年に、横浜地裁を含めて10年にわたってですね、本当に支えていただいて、なんとかここまでやってこれました。あとわずかですので、あと1回2回、そして判決日までですね、ぜひお付き合いいただければありがたいと思います。それと去年の暮れからですね、この裁判の日程が終わった後、新橋の駅前で一般の人に訴える、スタンディングをやってます。今日も報告集会が5時ぐらいに終わると思いますので、5時半ぐらいから、新橋駅前の機関車広場でまた訴えをしたい。神奈川訴訟だけではなくて、いろんな、訴訟団内心運動をしている方々の声をですね、一般の皆さんに届けてもらうという運動の非常に大切だと思ってますので、ぜひご参加いただきたいと思います。決心をした後のですね、数ヶ月間の運動については今、全国団、弁護団、副官などを含めて具体的にいろんな署名をはじめとする戦術を練っています。これも来月には具体的に提案できると思いますので、またそれも含めてぜひ今後ともご支援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。方向が明らかに鮮やかに語られたかと思います。引き続きましての各地の原告団等にご挨拶するということで、いわき市民訴訟の伊藤さん、いらっしゃいますか。お願いします。いわき市民訴訟の原告団長、伊藤達也でございます。ご案内のように、昨年の6月17日の最高裁判決、不当判決が出てから最初に、最高裁判所に行くのが私どものいわき市民訴訟であります。仙台高裁から7月21日が期限になりまして、正式に書類が最高裁に上がります。で、最高裁が第何章程に移すのかは約その間3ヶ月ぐらいで決着がつく可能性もあるということで、今私ども皇族の村田さんがお話したように、たくさんの最高裁判所にたどり着く皇族があるというので、このことを東京都の主な団体に私どもほぼ泊まりがけで歩き続けています。今日も朝早くから回ってきました。それで感触なんですが、最高裁判所が不当判決したというのは今まで6月1日から東京都内を回っていて、ほぼ8割お分かりの方が多いんですね。しかし皇族の戦いが続々続いているということはほとんど知らされていない、知ってはいないということも痛切に感じました。で、改めてですね、6月17日の判決というのは、皆さんもとくとご案内のように、仮に国が東電に防潮堤を作るように求めても、当時東電が考えていた防潮堤を作ったでしょうと。しかしそれは実際来た津波よりもはるかに想定は低かったんだから、
たとえ東電が国の命令に従って防潮堤を作ったとしてもダメだったんでしょうねって言って、その限りで言うと最高裁判所の不当判決は国を免罪しただけじゃなくて東電にも法的責任はないっていうことなんですね。だから簡単に言うと福島第一原発事故の被害者はいるんです。ところが加害者がいないんですね。世にも不思議な判決だと思う。こんなことはとても国民の皆さん許すわけにはいかないという話が多くの今まで東京都内を歩いていろいろの各界の指導者の皆さんに言うと、それはそうだと、だから怒りを持ってこれは戦う必要があるという点では分かってもらうことができたと思うんです。で、この皇族の舞台で勝って、最高裁にたどり着く、その大きな力を秘めているのが神奈川ではないのかっていうふうに何度も私どもの弁護団から聞いています。残りはこの論理を本当に裁判官に分かってもらい、被害の実態も分かってもらうということで、正しい判決を勝ち取ることができると思うんです。私どももその最初に最高裁に行くという責任を重く受け止めて、主戦場は最高裁になるので、私どものいわき市民訴訟の原告団の事務所を東京に設けました。でほぼそこに常駐車を置いて私どもが泊まりがけで今東京を攻め上ってみたいと考えておりますので、皆さんと一緒に力を合わせて全力で最高裁の判決を見事覆すように頑張ってまいりたいと思います。みんなで団結して頑張りましょう。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。力強いご挨拶ありがとうございます。それを続きまして、成合訴訟の皆さんがいらっしゃっておりますので代表して阿部さんお願いいたします。前どうぞ。成合の皆さん、皆様こんにちは。成合訴訟原告団の阿部和恵と申します。大谷一夫です。大谷一夫さん、遠藤さあ、それから松本さんの4人で参りました。政府はマイナンバーカードに健康保険証も預金通帳も運転免許証も詰め込もうとしています。ところが健康保険証のデータが誤って打ち込まれ、全く別な人のデータが出てくるという間違いが7000件もあったと報道されています。1秒を争うような命の危険に直面した時のことを考えると本当に恐ろしいです。しかし政府や担当大臣はこういう怖さを自分に引き寄せて考えてみる様子は全くありません。この国、政府の命を大事にしない神経は一体どこまで深く根を張っているのでしょうか。汚染水の中のトリチウムは麻生太郎さんが言いましたが、飲んでもどうってことない。どころか細胞の中に長くとどまっていて電子を攻撃するから本当に危険だと指摘する専門家がいます。それを何十年も海に流したら怖いのは当たり前ではありませんか。政府や担当大臣、東電は自分でそれを飲んでみるべきです。20年間、昨年の最高裁判決の多数派はこういう政府を許したのです。自分は安全な場所にいて他の人の命を粗末にするような国を処罰しなかったら最高裁多数派は間違いを繰り返すでしょう。人の道を外れているのです。こんな判決を正せるのは私たち被害者、私たち国民だけです。
共に戦い、共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にあのマイナンバー見るように、命とかから国民の一人一人のこと全く考えてない政府、本当にあのこの原発問題も同じです。必ず勝利しましょう。ありがとうございます。それではあの原告あの 福島原発神奈川訴訟の原告団副団長の山田さんの方がお願いします。皆さん、この雨の中、暑い中、本当にお疲れ様です。あのお集まりいただきましてあのありがとうございます。あの私今朝南相馬から来ました。やっぱり汚染土の汚染土の汚染土を積んだトラックがやっぱり片側を通ってどんどん通っていきました。あの本当にふるさとがもう十何年も経っても放射能の損害ってすごいんですね。あのまだ山にも行けません。私は山が大好きでした。その山に全然踏み込めません。二度とこの原発です。あ、本当にねこの地球にあってはいけないというふうにすごい思います。国は、なんか再稼働の動きがしてますけれど、本当に被害者を今切り捨てる方向です。でも切り捨てじゃなくて本当にね事故前の暮らしを取り戻すための完全賠償、生活再建のための諸施策を本当は国がやらなくちゃいけないと思います。12年経っても被害は深刻です。もう生活環境も仕事もそれから将来設計も全て変わってしまって、でしかも今まだ緊急事態宣言中なんです。ですからあそこに住んでもそれからこちらに越してきても本当に心休まる、休まりません。本当20ミリシーベルトで避難なんていう避難基準にそれもまだ変えてないんです。本当は1ミリだって体に良くない。本当にね国はね子供の特に子供の命健康未来を守るように、しかも豊かな国土を失わないよう本当に原発を止めるようにこれからも、皆さんのお力を借りて、国に要求していきたいと思います。どうも皆さんお疲れ様です。お願いします。はい、今朝南相馬から駆けつけてくれた副団長ありがとうございます。そういう思いを想像力を持って、福島の思いに応えて私たちはこの戦い続けていかなきゃならないと思います。それではまもなく抽選の方が、始まりますので、並んでいきましょう。
したんですけど、はい、皆さんお待たせいたしました。ちょっと手が少し早いんですけど始めさせていただきます。こんにちは。今日は足元の悪い中本当にありがとうございます。いよいよ、セミファイナルという話が事前集会でありましたけれども、今回そして8月25日という形で、いよいよ、維新の交際も大詰めを迎えます。ぜひ今日の集会成功させていきたいと思います。私は本日集会の司会を務めさせていただきます福島原発神奈川訴訟を支援する会福カナの運営員の青島と申します。よろしくお願いいたします。最初にお答えしておりますおきますが、先ほど、裁判終わりまして今、進行協議の方がまだ行われているようなので、原告団長とそれから、原告団、弁護団ですねの方が少し遅れてくるかと思いますので、その時点で、報告ということになっていくと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは本日の集会の最初に、本来ならば弁護団事務局長の黒沢先生の方から報告を受けるところなんですが、今まだ協議中ということですので、原告団副団長の山田敏子さんよりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんいつもお世話になります。本当にお疲れ様です。お疲れ様です。今日は国の責任について意見陳述を弁護士さんはしてくれました。本当に原子力基本法は絶対に事故を起こしてはならない、それが基本なんですね。で、だから国はそのつもりでというかそれで規制もしっかりやらなくちゃいけない。だけども、やらなかったというようなことを今日言ってくれました。本当に原発事故は一回っていうか起きたらもうどうにもならない。本当に国民の命、暮らし、すべて奪われちゃう。そしてそれが復活というか元に戻るのは容易なことじゃない。だから本当に国はしっかりと絶対に起こさないというのをやらなくちゃいけないと思います。で、今本当に被害者は大変な思いをしています。暮らしや命まで奪われ、そして暮らし もう本当に変えさせられちゃっています。今いらっしゃってます。ごめんなさい。本当に皆さんの応援で、あと次の意見じゃない次の裁判で決心になるんですよね。皆さんまた応援をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは原告団長そして弁護団到着いたしましたので早速ご報告をお願いしたいと思います。それでは最初に原告団長のすいません、弁護団長の黒沢先生の方から事務局長の黒沢先生の方から、今日の陳述の解説
お、あ、担当の弁護士からお願いします。いいですか。じゃあ、黒田さんからお願いいたします。解説ですか。じゃあ、ああ、大事なお知らせを。あ、そうですか。はい。あ、どうも皆さんお疲れ様です。ただいまご紹介いただきました、弁護団事務局長の黒沢です。ナチュアスイッチ系ナチュアです。はい。それでですね、まず、皆さんに最初に、お伝えしないといけないのが、決心が決まらずということです。次回8月、もともとの経過ではもう昨年から毎月裁判を出て、でもう決心はいつかいつかと、で6月っていうのももうもともとそれより前に、ね、終わる可能性もある中で6月も入れていきましょう。で最後本当に予備の期日ですと言って8月25日っていうのが設定されてたわけなんですが、どうも前回期日あたりからですね、裁判長がお尻がかなり緩くなってきた、期日の関係ですけども緩くなってきてですね、いつが決心かはなかなか明言したくないような状態になって、でですね、今日も淡々と10月の期日を設定しようとしたので、ちょっと待ってください、我々でもこんなに裁判もう遡るとですね、ちょっと長くなるといいですか、愚痴も入るんですけど、遡るともともと東京高裁23民ってところでもともとこの裁判審理を進めてきて、でようやくもう決心も見えてきたと、いよいよ判決かと、で横浜地裁判決も踏まえて、当時まだ最高裁判決出る前でしたけど、ね、もうこれで判決を得るんだっていう構えでいたところ、急に変な人事異動があって、で裁判長が元法務省の商務局にいた人で国側の元締めである、そんな人間が裁判長になってどうなるかっていうのを裁判所側で配慮して自分から事件を外れるということになって、じゃあ事件はどこに行くかっていうことで今の第一民事部に去年の夏にポンと動いたんですね。で配点外で、そこからこんなんで引き延ばされちゃたまらんと、原告さんたちはどんな思いで言うんだっていうのを伝えて、でとにかく速やかに審理を やれっていう話をして、それで今の篠原さんは、まあ、ある意味でこう異例ともいえる毎月裁判を開くっていうねことと、毎回弁護団がプレゼンをさせてもらってる、他の訴訟であんま見ないと思うんですね、毎回こっちが一方的に喋って、でもうこっちのプレゼンをしっかりやって理屈を詰めて、でところがさっき言った決心時期っていうのがどうも前回から次回決心の予定がどうも6月ではなくなるし、まあ最悪でも8月かという準備をしていると、今度はそれもっていうこと で今日はそういう話を裁判がしたので、いやそうなると裁判官は12月で退官なので、率直に言って判決がもっと遅れると、それでは困るので、なんとか8月にしてくれという話を弁護団の方から申し入れをして、で、それに対して裁判官は、いやいや当事者の主張をちゃんと尽くしてもらわないとっていう話をして、いや原告はもう全部出し切りますよと、だからもう決心してくれと、でそれに対していや東電側がまだとかいう話をして、煮切らないんですね、どうもその理屈になってないんですよ。だって普通の裁判だったらもうここまでって言って、そこまで当事者はやりなさいって裁判官はこうある意味こう自分で仕切ってその裁判の進行していくわけですよね。当事者がこれ出したいあれ出したいって言ってもだらだらやってくれないのが他の裁判なのに、いやこれだけ注目を集める事件ですからしっかりやっていただきたいみたいなこうことを言ってですね、で結局この8月決心については内部的に無理ですというような言い方をして、でとにかく10月に入れさせてくれということを裁判官はとにかく押し切ってきた。でじゃあ10月は決心なのかっていうと、いやそれもまだっていう言い方をしていつまでやるんだと、もうこんなことやってたら永遠に終わらないということでしっかりやってくれっていう話をしているんだけども、裁判所のはもうちょっとそこで聞く耳を持たない感じだったので、どうしても、この8月の決心っていうのは難しい情勢になってしまいました。で、その次に、期日が今入れられたのが10月の6日というのが入れられました。午後2時です。ただ裁判官、裁判長篠原さんの定年退官は確か12月22日かなんかなんで
ですね。12日か、12月12日。そうすると書けるわけがないんで、裁判官いる間に。まあ、先に書いといて最後仕上げるっていうのは別ですけどね。だから、ちょっとそういう極めて、他の訴訟、集団訴訟だと、むしろこう、早く決心したかったんですよね。裁判官結構こう、もういついつまでって区切って、むしろ決心に指定して、当事者必死に合わせてるってことが多いと思うんですけども、どうも、この訴訟に関しては判決を書きたくないというそういう裁判所の都合事情が相当見え隠れしています。でそれはどういうことか分かりません。いい本取れば国を任す判決を書きたくないということなのか、あるいは3人の裁判官で意見も割れている中で今無理やりどっちかの意見書けないということなのか、はたまた、まあ、全部任せてしまう原告側に非常に不利な判決を自分は出したくないと思っているのかわからないです、内情は。ただいずれにしてもですね、裁判所は相当この判決を書くのを嫌がっているということだけは間違いないという情勢です。ただそれに対して我々ははいそうですかってはいかないので、本当に村さんも含め今日原告の皆さんたくさんお見えになって、もう次回決心でようやくこれで判決に向けてってなんとか心をそこでね保なんていうかこうそこに期待とね、希望を持ってここに来られたと思うんですけども、なぜここまで伸ばされるのかっていうところです。で我々の方はですね、これに対しては少なくとも7月中に我々の主張として出すもので追加のものは一旦出し切る、そして8月に我々も一方的にでも決心もなんだろう、我々がここで求めるものは全部出し切ります。もう我々は決心で8月に向けて走ってきてるんだから8月まで出し切ります。だから東電の方もその8月まで必要なものはしっかり出せというのをこの期日間でさらに求めていって、でなんとかその8月の期日で終わらせろという要求をさらにぶつけていきたいと思っています。でその上で10月の期日は取り消せと、8月でしっかり出すんだということを求めていきたいと思います。で仮にこれ裁判所のねこの流れで決心が、8月10月となっていくと、当然また裁判長の交代になってしまう。裁判長が変わると結局またどっかまで振り出しに近い状態まで戻されてしまう可能性もある。またどんなやつが来るかわからないっていうのがやつですね。どんな人映像も撮ってどんな人が来るかところがあるので、少なくともあれだけ判決書こうとね、石田原さん途中まで躍起になってたところは事実だと思ってたので、その後どう事情が変わってきてるか分かりませんけども、我々は再度やっぱり皆さん、ね、これ以上待てないというところをしっかり伝えていきたいと思ってます。もう一つ実はこの間お一人原告さんが亡くなられました。詳しいことは全く言えません、置いておきますが、ということで本当にこの訴訟をやってる間にそんな待てる裁判じゃないんですよ。皆さん本当に心も本当にギリギリのところで保ちながら、あるいはもう何回かこうきっと心が折れかかったところをなんとかこう立ち直ってやってきてるところなので、それをまたこんな裁判所の事情で高裁に来て2回目ですよ、こういうことは。それは許しちゃいけないということで、やはりこの日本の司法が特に東京高裁というところがだいぶめちゃくちゃな部分、皆さんもよく分かったと思うんですが、我々そこに屈せずになんとかやれることを全力で見つけて、それに向けて国や東電と違ってきちんとね、いろんな自分がやれることを模索しながら、全力でやっていきたいと思いますので、一旦ここまでが今日のご報告ということになります。補足があれば弁護団の皆さんから。補足というか今説明した通りのことがありまして、今日法廷で次回期日8月25日ということだけを裁判官が言って、それが決心であるとか何とも言わずにスッと終わったので、皆さんも
なんか不審に思われたかもしれないんですけども、我々としてもちょっとおかしいのではないかということは感じたのですが、その後あの進行協議ということで、あの当事者だけが入っているところで、今黒沢事務局長がお話ししたようなことがありました。我々としては本当にその前回の時には裁判所の方から質問書が来るという話までは皆さんに報告したと思うんですが、それ自体もかなり決心に向けてのようなものだったものですから、これはその方向性は変わっていないのではないかなというふうにも思っていたのですが、今日の感じは全く違うということで、本当に裁判所としてあの少なくともこの進行協議で言うだけでもなくて、これだけ多くの方が傍聴されているのに、その方々に対して今後のそのさらに8月には終わらないというようなところも何らその説明というかあれもしないのも、それもあの裁判所として直接その傍聴されている方々にあのお伝えがあってしかるべきではないかなというふうにも感じたところです。で、今あの黒沢事務局長が説明しましたように、我々としては8月でも終わるのだというところについて、きちっとあのなかなかあの一方当事者だけで申し入れというのはあの法廷以外のところで難しいので、文書として書面で出します。それをもうすぐに出すようにいたしますし、書面も出します。それからあの場合によってはその進行協議といってやっているようなものについては必ずしも大きな法廷を使う必要もないので、そういう機会を持てないかとか、いろいろちょっと思いつくところはあのやっていって、あのできるだけ8月25日というところをあの、でやってもらえるようにさらに努力はしたいと思っています。先ほどあの黒沢さんも言いましたけども、10月決審ということになると、本当にそこまでで全部その仕上がっていて、あの裁判所の判決って代読誰々と言って移動されても、あの完全に完成している時にはあの移動があってもその別の裁判官が読むということだけはあるんですけれども、その判決を作るということについてはその審理した方でなければ作れないということになっていますので、ここで10月で決心したとして、その篠原裁判官の今の裁判隊が12月までも必死に準備をしたとしてもですね、そこから先の最終的に判決を出す人たちが、そこの裁判隊がまたメンバーが変わった人たちが、その前の人たちがやった証拠とかあの主張や書面はもちろん出ていますけれども、やはり直接確認したいということが、それはこれだけ、それこそこれだけ大きな事件ですから、全部一から読んでみて必要だという部分が、あの陪席の方は残って移動がなかったとしてもね、やっぱり裁判長はそこをしっかり自分で納得しなければ出せないということになると思うので、さっき言いましたように、10月になるということはおそらく、1ヶ月2ヶ月伸びるということではなくて、8月に終わるのが10月になったから2ヶ月伸びるという話では全然なくて、半年あるいはもっと伸びるということに、なる可能性が極めて高いので、なんとかそうならないように、本当に皆さんこう待ってたゴールがもうあのマラソンのゴールがいきなり遠くに行ったらもう走ってられないですよね。だからそういうようなことをしているんだということをあのなんとかあの説明して、できれば10月を取り消してもらうというような形で、そちらの方向で我々としては本当はここでの主張をまとめて8月に出すというところに全力を傾けたいところなんですけれども、そこにまたその8月で終わらせるという形のところもやっていかなきゃいけないということになりましたが、あの可能な限りやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。あの他の先生方何かございますか？大丈夫ですか？よろしいですかね。じゃあ村田さんの方から、ね、はい、あのよろしくお願いいたします。すいません、6月決心、8月決心というのをわいわい騒いできて、ここに来て決心また先伸びますみたいなことを言わざるを得ないのはちょっと大変つらい話です。しかもその先ほどの黒沢先生の説明にもあったように、はっきりしないんですよね。もやもやした雰囲気の中で決心が先に伸びるということは、我々本当にこのね、足掛け10年やってきた、原告としてちょっと耐えきれないぐらいの怒りを感じますね。ただあの、先の進行協議私も聞いてまして、あの、裁判長がですね、あの、10月に期日を入れたいというようなことを言ったときに、黒沢先生が立ち上がってですね、それはおかしいと、8月に決心できないかっつって言ったときに、篠原さんがですね、その
確かにね、私が変わってきてから毎月、その言葉をやってきましたと、その言い方にね、かなりの悔しさが滲んでた感じが私はしました。ただ、その後ですね、ただ裁判所としては、これだけの事件だから、拙速にやれないということを分かっていただきたいみたいなね、そこから急にトーンが下がって、明らかにあの言い訳、の雰囲気が出てましたね。で、まあ、どういうふうに受け止めたらいいのか分かりませんけれども、少なくとも一つ言えることは、神奈川訴訟の今までの法廷で、完全に、理論的にはですね、あの最高裁の判決の結論と違うところを主張し尽くした。しかもこれ一審判決はね、確かにもう違ってますからね、それを覆すためには相当な力がいるわけですよね。で、それが大変だということだけは、今の裁判体に伝わっているということだと思います。だからあの例の3月の仙台高裁のね、判決みたいに、あれは裁判長があれだけなんとかしようと思いながら、エクソみたいに最後もう あとあんた方に任せたよみたいな無責任なあの判決を出してしまいましたけれども、少なくともこの神奈川訴訟の判決に関してはそういういい加減なことはできないなということだけは裁判所を全体としてね認識していると思いますね。それだけに、この先ですね、の展開がどうなっていくのかというのは、これはもう本当にこれからずっと続いていく他のね、裁判の結果に大きな影響を与えると思いますので、やっぱりここはあの弁護団の方にもう一度あの力を入れてもらって、何としてもこの、今まで主張してきた立証してきたあれに沿って早く判決を書いてくれと、いうことをもう一押し二押ししていただきたいなと思ってます。で、僕らの方は本当にもういい加減私も、この裁判始まった時は まだ70だったんですけども、80過ぎました、まあ、この12月に81になっちゃいますので、もう最近なんかボタ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 していろんな日付を間違えたり大変危うくなってきてますので、そういう個人的な事情も含めてですね、これはこれ以上ね、ずるずると裁判者の都合で引き延ばさせてはならないというふうに思ってますし、神奈川訴訟のこれまでの立証に確信を深めるだけにですね、なんとか、逃げさせずに結論を早く引き出すということに向けて、あの我々原告支援の方もできることをこれからもう一度考えてですね、やっていきたいと思いますので、いろいろ知恵を貸していただきたいと思います。ありがとうございます。それでは一旦このご報告を受けた形で集会を続けていきたいと思います。確かに今いろんな大島あの神奈川がそういうことを破るこう戦いをやってきて、もう先生方を中心にね、あのそういう論理を組み立ててやってきたことが一つの状況を作ってるってことも本当に大きな意味があるんではないかと思いますが、まあ、これを、受けてということになりますが、続きましてあの、神奈川の、あの避難者でもあり建国でもあります小畑さんが今日いらっしゃってますので、一言お願いいたしたいと思います。皆さんいつもどうもありがとうございます。私はですね、富岡というところに住んでいて、震災が起きてからですね、未だに毎年 1、2 回福島の方に行ってるんですけども、で今年もですね、夜の森に桜祭りっていうのがありまして、長男とですね、孫がいますので、孫を初めて連れて、福島の方に行ってきました。でやっぱり、もう本来だったら行かなくてもいいんですけども、やっぱり自分が住んでたところなんで、そこを1年に1回でも見たいなということでですね、毎年数回行ってます。でもう12年も経ちますので、決心が決まるかなと思ってたんですけども、今のお話を聞いてですね、うわーあと何年かかんだろうというふうな思いにもなってしまいました。
だけど私どもはサラリーマンやってる時はですね、仕事っていうのは期間を決められてて、そこまでに終わんないと当然、上司から怒られたり、当然いろんな問題が起きるわけですね。でこういう、裁判もよくは分かりませんけども、やっぱり期日を決めてそこまでに、しっかりとですね、仕事が終わっていかないとどん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 伸びる一方でですね、先ほどちょっとお話しあった亡くなられた方がいらっしゃるっていうんですけども、私なんかもういつ亡くなるか分からないですね、本当ね。だからそういうことも考えると本当に、東電とですね、国の責任ということで判決を早く出ることを願っています。皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございました。それでは黒澤先生、今日の裁判の中身とそれから二審の方も含めたちょっと今後の見通しというか、ちょっとお話しいただきたいということで。弁護団の栗山です。弁護団の中では責任論、国の責任についての議論を担当しています。今日は裁判の中では田島弁護士が因果関係ということをテーマにして弁論をいたしました。これはどういうことかといいますと、昨年の6月17日の最高裁判決があまりにも肩透かしの判決を出した、それについての批判をするものです。ということで言いますと、最高裁はこういうふうに言いました。長期評価、2002年の長期評価というですね、政府の地震本部が作った知見があります。でその長期評価によって津波の試算を行えば、福島第一原発の南東側から津波、その津波に対応していればいいという前提での津波対策を行ったであろうと。しかし実際の津波は東側から来てしまった、南東側に津波が上がってくるという前提で対策をしたとしても、東側から遡上してくる津波に対しては対応できなかっただろうと。仮に対策したとしても事故は防げなかったんだ、だから国に責任はないんだという、そういう論理で、国の責任を認めなかったというものでした。で私たちはこの論理おかしいということを言っています。なぜかと言いますと、私たちはですね、2002年の長期評価が出てから実際に事故が起こる2011年の3月までずっと8年半期間があるわけですが、そのどこで津波対策をしていれば結果が変わったのかということを厳密に進めなければ判断はできないぞということを言ってきています。私たちはですね、長期評価というものが2002年に発表されているんですが、2008年に上岸津波の知見というものが進展したことを主張しています。で実際に横浜地方裁判所の判決もこの2008年の上岸津波の知見というものをすごく重視しています。なぜかというと、上岸津波というのは実際に西暦869年に起こった地震です。この869年に起こった地震が何百年単位で繰り返されているという知見がですね、もうすでに出ていて、でしかも2008年にはその上岸津波によって、どの程度の津波が来るのかということを想定した試算も行っていました。なので、この上岸津波の知見に基づいて対策をしていれば、必ずしも南東側から津波が来るわけではなくて、東側からも遡上してくると、東側からも津波が来るんだということが分かっているということを主張しています。ですので、最高裁が言っているですね、長期評価に基づいて、津波の試算をしていれば、その対策をしていれば防げなかったであろうということではなくてですね、やはりその上岸津波の知見に基づいて対策をしていれば、南東側だけではなくて東側から津波が来ることもよく想定して、対策したであろうと。したがって最高裁が言っているような論理は全く通用しないんだということを言っています。各昨年から最高裁、昨年の最高裁判決が出てからですね、仙台高裁で、判決が出て、やはり同じようにですね、津波対策をしたとしても結果が回避できたかどうかわからない、事故を防げたかどうかわからない、断定できないという言い方で国の責任を否定しているわけですが、私たちとしては上岸津波の知見を踏まえて
2008年の段階で対策を取っていれば、今回の事故は防げたであろうということを繰り返し主張してきます、まあ、そういう意味では最高裁が言っている前提がそもそも違うんだ、最高裁が言っている前提で津波が回避できなかったという論理は全く通用しないということを繰り返し言ってきているところです。で本日も田島弁護士がですね、ちょっとその因果関係論というのは法律的には非常にこう分かりにくい難しい部分ではありますけれども、まあ要は治験のですね、治験がどんどん進展してきている、2002年からスタートして2008年の段階でより進展した治験を踏まえて、その段階で対策を取っていれば今回の事故は防げたということを繰り返し言ってきていますので、最高裁判決の論理が前提が違うんだということを言ってます。でなので私たちとしてはそういう論理に基づいて、なんとかその国の責任を否定した昨年の最高裁判決を乗り越えて、判決を出してもらいたいということを繰り返し言ってますので、今こう先ほどご紹介ありましたけど、最高裁の高裁の、ね、裁判長のちょっと訴訟指揮が若干こう不安定な感じがしてますが、まあ、私たちとはいずれにしてもどういうタイミングであろうと、とにかく国の責任を認めさせる判決を何とか勝ち取りたいということで、この神奈川訴訟、昨年横浜地方裁判所の判決をです、ね、何とか維持させたいと思ってますので、引き続きご支援をいただきたいと思います。よろしくお願いします。二人訴訟の関係の報告ということですので、今非常に心が、いっぱい来週のこと考えるのもなかなかあれですが、並行してですね、今横浜地裁の方で、第二次訴訟を進んでおります。で来週の木曜日に、また次回期日がございます。10時半からなんですね。それでですね、二次の方は、今のところですね、5世帯で、訴訟を進めておりまして、原告さんの意見陳述は前回までで一通り終わりました。で今回は、今日と同じ責任論ですけども、結果会規制権限と結果会ですかね、はい、まあ割と似た話になるんですけども、最高裁が批判しながらという話を、また法廷の方でプレゼンをしていくということになります。で二次訴訟はですね、今ちょうど、マラソンとかで例えるとちょうど中盤ぐらいそろそろ入ってくるところでございまして、こちら側の主張、原告側の主張は、概ねが終わった形になります。で次回提出するものとしてはその責任論の話と、あとは区域外の避難者の損害論というもので、神奈川が特に力を入れている区域外の避難者の方が避難する根拠と、あるいは区域内でも避難指示が解除されても戻れない理由の根拠となる実際の累積線量というのを、それぞれ原告の皆さんの住所、例えば南相馬だったら南相馬の住所の近く、あるいは、浪江だったらどこどことかいう形でですね、いくつかそのモニタリングポストを、一つベースにしながら、そこに50年いたらどれぐらい被爆しますか、60年、70年、70年だったらどうですかというのを計算しているんですね。やはり、一陣の方もそうだったんですけど、二陣の方でもですね、やはり累積で、人によってはやはり100を超えてくる方っていうのも相当数いらっしゃいます。で、いわゆる区域外で線量低い低いと言われている場所でも、累積で見るとやはり50ミリシーベルトぐらいが到達していたりですね、やはりそれなりの線量になるんですね。で100といえば国も東電も否定できない、要するに低線量の影響を否定できないとされる一つの値を超えていく数字ですので、やはりそういったものを数字としてきちんと可視化するという作業をやっています。でそれを次回書面として提出する予定となります。あとは現地調査ですね、これも一陣と同じようにですね、元居住していた場所の、自宅の敷地、あるいはその近くの実際に線量を測定、1メーター地表面、それから、土壌です、土壌の調査もやって、地中の、土壌汚染状況、それから地上でも低い場所、地表に近いところの線量の値、それから高いところの値、あるいは同じ敷地でも高いところ低いところまだらですので、
て、その中でもホットスポットだったらどうかというのを丁寧に検証してあるので、その結果を一陣の方と合わせた表にして提出ということになります。そうすると何が起こるかというと、低線量被曝の健康影響は他のリスクと比べて増えてしまうほど小さいって彼らがよく使う言葉がありますけども、そうではなくて実際の累積だったり現地調査の結果を見ると、それは低いところもあれば逆に高いところもあって、高いところで積算していったらとんでもない数字になる可能性もある。あるいは自分の生活っていうのは自分の自宅だけじゃなくて、その周辺のさまざまな地域、当然拠点がある、そこの移動も含めてさまざまな被曝の機会がある、これが実際生活する上でのリスクなんだから、そういった実際のものをきちんと積み上げてそのリスクを可視化し、でその影響をまた無視できるんですか。単純な20ミリシーベルトの線量で区切るんじゃなくて、実態に即していけばそれは計算の仕方によっては年間20、なかなか難しいところありますけども、彼らが言っているのは生涯で100足したとして100ミリシーベルトっていうのは一つの彼らは否定できない数値になっているわけですから、それを5年とか1年っていう短期スパンじゃなくて長期生活する場合どうかっていうのでちゃんと見ないといけないっていう視点の置き換えですね。国と東電は必ず1年単位で年どう今どうってやってくるんですけども、生活する以上はそこに何十年ととどまるわけですから、それを選択するか、その地域での生活を諦めてでも違う選択をするかっていう苦渋の決断を皆さんされてますので、そこをしっかりと伝えていくという、主張の機会になります。なので二陣は二陣でですね、やってることは非常に大事なことになりますから、まあぜひ皆さん足を運んでいただいて、で二陣もやはり遺族原告さんおられますし、やはり時間の経過の中で非常に被害の状況が少しずつ形を変えながら、しかし確実に進行しているところがございます。復興復興という光の方じゃなくて、実際の被害の変化の仕方でだんだんこうなかなか皆さん声も上げにくく、また姿が見えにくいところに被害がこう隠されていくというところもございますので、ぜひ皆さんそこをしっかり直視していただけたらと思います。で二陣の方はですね、それを終えていくと、おそらくその後から東電国の反論が本格的に始まっていって、その後12月または9月12月と期日が重なっていきますが、おそらく年内である程度こう国側東電側の主張も見えてくるんじゃないかなと、そんな様子で見ています。ですのでこちらはまだ少し時間かかりますけれども、二陣訴訟は二陣訴訟で今中盤に差し掛かってきているということで、認識いただければと思います。でその後はまたね、原告本人尋問であったり現地振興協議であったり専門家証言どうするかであったりという局面がまた登場してきますので、こちらも変わらず、ご支援いただければと思います。よろしいですかね。はい、以上です。ありがとうございます。杉山先生、黒澤先生ありがとうございました。それでは次にこの6月16日に、昨年 の判決が 6.17 判決に対しての抗議の、最高裁の抗議行動がありましたので、その ご報告ということなんですが、吉川さんいらっしゃってますかね。全幕主演だったのあいらっしゃらない。じゃあ岸本さんはいらっしゃいますか。あ、いらっしゃらない。じゃあ、そこからの、錦織の方からちょっと報告をお願いします。はい、福岡の錦織と申します。今日はもう本当に決心が決まるかと思ってこんなにたくさんの皆さんが来ていただきまして、私も嬉しいやらびっくりするやら の状態で本当にありがとうございます。去年の6月17日も忘れもしません。最高裁のとんでも判決が出た、1年経ちました。それでですね、このまま黙っているわけにはいかないと、6月17日1年目に、抗議行動をしようということになりました。ところが今年の6月17日は土曜日で裁判所が休みでしたので、前の日の6月16日にいたしました。それも
時間がですね、朝の8時半から9時半まで、の、朝早く行いました。でなぜ朝早く行ったかと言いますと、裁判所の、まあ、裁判官がどうなのか、職員がどうなのか、誰がどうなのか分かりませんけど、最高裁判所の関係者が全部通勤して、最高裁判所に、入る、時間帯なのを狙いまして、抗議と、街行く人たちにあのアピールをいたしました。なんとあの、主催は支援ネットで、まあ、私もそのメンバーなんですけども、なりわいあるいは、京都、関西、岡山、いろいろなところから東京、はい、今日あのおいでくださった方も何名かあのご参加いただきましたけれども、大変大勢の方がお集まりになりまして、あの大変熱気のあるあの抗議行動になりましたので、あのご紹介をあのしたいと思います。この中身につきましてはもう散々言われていることなんですけれども、あの国がですね、事故を防ぐために何をすべきだったかとか、それをもう完全にスルーしてしまった。であの仙台や東京や 高松の高裁であの事故を回避できたとしたできたんじゃないかという事実認識、それも全く無視した、何もしなかった、津波が大きすぎたからやってもしょうがなかったという、もう子供みたいな、まあ、子供みたいじゃ子供に悪いんですけど、ね、子供に申し訳ないもうあの子供が聞いてもおかしいと思うような最高裁の判決に対してもう大変な抗議行動を行ってまいりましたので、ちょっと今日の急遽あの私の代わりにご報告をさせていただきました。ありがとうございました。それではここからあの各地の、今日原告といらっしゃってますのでご報告お願いします。成合訴訟の阿部さんはいらっしゃいますか。阿部は帰りました。じゃあお願いいたします。成合訴訟の遠藤です。すみません。安倍は実は今日福島県であの県営のね方針行動をやってるんで、あのその内容は一つはあのまあ国がね渋々というかあの賠償 の追加で第5次追加訴訟あの追加賠償をすることになったんですけども。非常に県もそれから国も党でもそうですけれども、あの追加賠償で第5次追加であの支払うということを発表していながら、できるだけ県民には知らせたくないというのがね、非常に消極的なんですね。例えば住民の方があの県の方に問い合わせをすると、いやその窓口は東電の方でありますのでそちらの方に問い合わせてくださいというような対応の仕方をしたりして、じゃあ東電の方に相談窓口で電話をするともう全然繋がらないと話し中でね、でいう時間がどん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 経過をしていく中で、まあ、高齢者の方はもうね気力も体力も突き当てて亡くなっていく方もたくさんいますし、もういいわと、どうでもいいわと、それからこういう内容についてあの SNS ではね結構そういう情報を分かりやすく東電も発表しているというようなことを言うんですが、あのマスコミも一般の文書類での書類もね、行政も非常にそういうことについての宣伝は消極的なために一般の県民はほとんど知らないと。だから我々が県民と話をすると第5次追放で追加賠償出るなんていうことを自分が対象になっているということも知らなかったということも随分言いましたし、それから先ほどもあの皆さんのね報告の中でもありましたけども、この12年の間に随分亡くなっている方もたくさんいて、その当時存命だった方がもう亡くなってしまうと追加賠償の対象になるのかならないのかということについても県民はあんまり詳しいことを知らないと。でこういう状態が実際あることに対して福島県としてはどういうふうにどうあの責任はないということで、ね、このまま放置しておくのかということの申し入れ行動を実は今日今多分今やってるんです。福島県県庁に乗り込んでね、
というような行動も実は今やってます。で私たちは、まあ、成合訴訟、まあ、あの県内に住んでる人もそれから県外にあの批判をした人たちも含めて今あの原告としては第一陣二陣合わせて5500名ほどになりました。でもちろん第一陣についてはすでに判決確定をしているわけですけれども、その多くの人たちは引き続きこの運動の戦いについては支援をしていこうと、戦っていこうということで、もう私自身も含めて第一陣はすでに原告ではありませんけれども全国の、ね、あの集団訴訟も含めた原発の戦いにはもうとにかくどうしても勝利をして高裁でまずね国の責任を認めさせれば最高裁はどうしてもね最終的な判断をもう一度せざるを得なくなるので、そういう状況にやっぱり追い込んでいくためには国民的な運動がどうしても必要なんじゃないかというふうに思ってます。で今日あの進行協議の中でまた延期をして神奈川の判決について曖昧なままどうなのか全然わからないようなあの状況が今報告されましたけれども、あの私はこのお話を聞いてて感じるのはもうあの高裁のね裁判官はとにかく自分は責任を持ちたくないとうやむやにしてね、でそのうち原告の方は力尽きて政府も力尽きて、ね、諦めるやろというこう孤独なことを考えてるじゃないか、非常に卑怯なね対応でやってるじゃないかなというふうに思ってます。まああと先生の方からなぜあの伸ばしたいのか、高裁の方があのさあの裁判所の方が伸ばしたいのかという理由がもう一つね分かる、ちょっと聞いとっても何が理由で伸ばすんだろう。原告の側は言い尽くすことについては言い尽くしたと、で当然はろくな反論もできないということはもう今までの裁判の中でも明らかになっていると思いますので、その辺ももし黒沢先生の方からもう推測も含めて、まあ、おっしゃっていただけたらありがたいかな。まあ、引き続き私たちも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの同じ気持ちでというか、先ほどあのマラソンのゴールが先へ伸びてしまったようなという発言がありましたが、まさに1週間前あのゴールまで 47.195km 走り切ったと思った瞬間にそこにテープがなくて、ただそこに紙が一枚あってあと 10km 走ってって書いてあったような思いをしました。福島原発被害東京訴訟です。あの場に駆けつけてくださった方も今日ここにもたくさんおられます。本当にあの決心だと思って皆様応援に来てくださったこと心から感謝申し上げます。ありがとうございます。そしてあ、まあ、簡単に言うとあの国側が反論をしたせいで決心のはずが伸びてしまったということではあります。細かいことはあの今言わないんですが、決心だと思って本当に原編氏ともにフルに走り続けてました。神奈川訴訟も毎月のように期日があって本当にお疲れだと思うんですね。もうみんなヘトヘトだと思うんです。でここへ持ってきてあと10キロ走れとか軽く言わないでほしいって、もう10年間私たち走り続けてきたのに何だろうという気持ちもあります。でもうその瞬間頭が真っ白になってしばらく何にもできなかったんですけれども、でもやっぱり1回期日が増えたということはまだ私たちが訴える機会が1回増えたということです。そして国側が反論してきたということは国が焦っているということなんですよね。勝てるつもりだったらそんなこといちいちしなかったはず。でも国にも焦りがあるから決心を伸ばしても戦いたいというふうに今被告側も思っている。ならばこっちも真剣に戦うしかないだろうということで、私たちあのまだこれ仮チラシなんですけど今日今さっき印刷して持ってきました。あの次の期日7月27日夕方の4時からです。そんな時間に入れるほど焦ってるのかなと思ったりもしますけれども、であのここにいっぱい QR コードも入ってます。こちら見ていただくとあの私たち作った動画とかいろんなものが出てきますので、あの今日後ろに小さいチラシを置かせていただきました。こんな感じのですね、まだ仮チラシです。本物のチラシが間に合っておりませんけれども、あのどうぞこれを持ち帰りいただいて、来月7月27日も応援していただけたらと思います。
先日は僕たちの裁判に応援に来てくださりありがとうございました。いや、僕らは本当原発事故によってそれまでの暮らしも平和な生活も全て奪われました。でも本当にこの前の最高裁の判決は悲しいものでしたが、国側も僕たちの闘病訴訟では国側も反応しないといけないというほど焦らせることができる、それぐらいまではなんとか僕たちもなんとか訴えつけられているっていうことなんだと思います。なんとか本当に覆すような判決を出したいので、どうか応援にお願いします。またもう一回になってしまうんですが、本当によろしくお願いします。ありがとうございました。もう泣きながら意見陳述したのを傍聴席から見ていただいたかもしれません。あんな思いをしなければ本当にこの声が届かないのかと思いますが、うちの裁判長すごく厳しい人で傍聴席にめちゃめちゃ厳しい方だったのに、今回だけはこの人が意見陳述を終わった時に傍聴席から沸き起こった拍手を止めなかったんですね。それどころかちょっと微笑んでるような表情でうなずいていた。すごく衝撃的な、光景だったんです。やっぱり弁護団もすごく頑張ってくださってるけど、原告にもまだまだできることがあるんだなと思いました。本気でみんなの力で覆していきたいと思っていますので、どうぞ応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。東京都庁もよろしくお願いいたします。それでは千葉の方いらっしゃいますか。あ、もしもし、千葉のね、原告の方、スタッフもいたんだけど、用事があって帰りました。代理で支援する、支援する方が山本と言います。今日はね、田中訴訟の最後だったんでね、これを作ってくれたらね、チレッ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 チ実は9日前、千葉の決心の報告集会があったところなんですよ。だから、9日前にこうやってたなというところを思い出しながら、今日聞いています。で、さっきの話を聞いて、神奈川裁判が8月25日は決心かなといったことをまた述べて、いつになるのかわからない、そういった夏の、いつ決心するのか、決心が できない裁判官で、本当に原告が決めたので、ね、止まっているんだというふうなことを聞いています。しっかりとね、裁判官にいつやるのか、決心しろということでね、言ってほしいですね。はい、実は千葉ももともと4月の19日が決心だったのと、それがちょっと伸びて、6月の21日が決心となりました。で、12月の22日、金曜日だったけど、で午後3時から同じ101号法廷で判決があります。ただこれが半年なんだけど、まあ、ぜひともこれからもね、応援よろしくお願いします。で、この間の裁判の時、もうすごく原告の人はね、本当に切実と語ってくれて、それが非常に良かったという話でした。で、そもそも国がね、原発を推進に来ちゃってきたから、国に責任があるのは当然だろうとか、私は福島市に住んでるんだけど、で、原発から20キロとか30キロとか、でコンパスでこう帰ったようなところでしかね、対処しない。これはおかしいだろう。で、福島市も、本当にホットスポットがいっぱいあったの。だから、それについては、市役所は知っていた。でも、私たちは知らせなかったの。市役所だけは知っていた。そんなバカなことはないですよね。そんなことをね、言っておられて、本当にこう、いかに柔軟のお話をしてくれました。だから、彼のお子さんは当時3歳だったから、この3の3歳の子供が、もし、がんにかかった場合、でこれは誰が責任を取るの、国の、あと、福
福島県警の方も国も東電も誰も保証してくれないんですよ。だから自分たちは避難するしかなかったと言ってましたよね。そういうふうにこう国のやり方、国の県のやり方もそうだけど、すごくいい加減なことから我々は避難しなきゃせざるを得なかったと。だから国の責任を厳しく取ってほしいし、同じように省内の大地や対策をしてほしいということを言ってました。で、裁判についても弁護士さんがね、一つ一つね、噛み砕いて裁判官に裏付かせるような、ね、質問をしてて、これはより良かった、これまでで一番良かったというふうに、ね、皆さんね、喜んでました。結構12月22日はいい判決が出るものと思っています。これからもよろしくお願いします。それで応援する側ということでは、今日は呼びかけ人でもあります小柄の、横浜市立大学の山根先生いらっしゃってますので、それからあと、国大の応援するしていただいてます金馬先生もいらっしゃってますので、ちょっとご挨拶をいただければ。今日の会場ですが、ちょっと申し忘れたんですが、今日は衆議院議員の安倍智子さんの事務所の方でこの会場を取り上がっていただきました。今日はちょっとこちらには所要でいらっしゃれないんですけども、よろしくとのことでしたので、よろしくお願いいたします。それではお願いします。ご紹介預かりました、横浜市立大学で教員をやっております山根と申します。福科がの呼びかけを、先日ながらさせていただいております。なかなか傍聴報道に、駆けつける機会が少なくて申し訳なくなったんですけど、今日も本当に、原告団の方、弁護団の方、ご苦労様にございます。また各訴訟取り組み中で、ことにお集まりの方々ありがとうございます。そして、皆さん、集まっておられるすべての方々に、感謝を申し上げたいと思います。これと並行をしまして、いろいろなことを私やっているというか、こちらでの取り組みにちょっとお急しちゃって申し訳ないんですけど、基地問題とかですね、もうちょっと関わっている。それで今日、署名用紙を回覧していただいている、横浜ノースドック問題での県民署名も呼びかけの一人を務めさせていただいております。決して関係ない問題ではないだろうと思っています。原発、そしてこの原発事故についての政府の態度っていうのをつらつら見る、今日の裁判のテーマでもありますけど、地域の住民の人々の命、暮らしを比較的ないがしろにして、何を優先するかというと、もう勝手に、政府が決めている、自分たちが決めている国策なるもの、そっちを優先する、そういう日本政府の在り方っていうものが浮かび上がってきていると思いますし、だからこそいろいろ責任を取るべきところで責任を取らない。というところが見えていると思います。それでノースドック等の基地問題ですね、地域住民の被害も起きてますし、それから不安の声、こういうものを無視して、やはり、米軍にひたすら協力するっていう意味での国策を、優先させようという日本政府の態度がやっぱり問題なんだと。こういうふうにつながっているいろいろな問題を、各
方面から正していかないといけない、そういうふうに思いますし、その中でですね、この、福島の原発の訴訟、非常に尊い、また重要な戦いだと思います。心から応援しております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ、木村さんお願いします。はい、横浜国大の金幕にあると申します。教育学と歴史学とやっております。私の方は防災教育などもやっていて、ゲストで、当事者を招きしたり、また、保養活動、子どもの保養活動の方の、いろんなボランティア学生に、募集をしたりということをやってきました。で、今日いろいろ伺ってて、ちょっと法廷にはっきり言って抽選で外れたりしながら見てきたのが、やっと入れたということで、今日見せていただいて、本当にこう歴史までも遡って論理を積み重ねていくっていうこの着実さっていうのにすごく納得といいますか、すごく見望を持てました。しかしそういうふうに礎土台を作っているのに固めさせてくれないと、ブロックを積み重ねて間をこうコンクリートか何かでこう埋めようとしているのに、それを崩そうとしているとなんかこれなんだろうなっていうふうに思いました。ちゃんと土台ができていけば私たちの生活が高いところから始められるっていうふうなことなんだなというふうに今日法廷の中で実感できたんですが、それをしっかりと、政府というか、裁判所の方がやらないと、やらせてくれないというのは結局低いところでまた話が始まってしまう、始めざるを得ないということなんだなということで、本当に失望といいますか、これからなんだなというふうに思ったところです。で、私は大学教育の実践家でもあるので、本当に学生に講義でも言ってることは、自分事なんだということですね。すごくそれは強調してます。というのは、私たち神奈川県民が多い中で、本当に一言でなく東海地震とか南海トラフ地震というところで被災者になるということがもう学生の人生から言うともう確実ですし、でその時にやはり、被害、避難、そして、その補償で責任は誰が取るか、で特に原発がもちろん、私たち神奈川県民にも、被害が及ぶところにあるわけですけれども、そこで事故が起こった時にどういうふうに補償がされていくかということの本当に大事な礎を作られているっていうことを、感じながら、それができないという、国は何なのかということを本当に学生に訴え直さなきゃいけないなというふうに思いました。で、そこに関わっていかなきゃいけないっていうふうにもちょっと学生に伝えないとなというふうに本当に実感したところです。一方でやはり、例えば原発再稼働しないと、ブラックアウトする、停電するとか言いながらよく停電しますよね。大雨でっていうのはしょうがないとかあるかもしれないけど、関係なく老朽化で停電したこともありましたよね。これが怖いっていうことだったら、もっと別の対策ちゃんとやれって話だし、原発の問題じゃないだろうってこと、原発稼働すればいいって何だも知らないってことがよく分かっていて、でまた、大雨ってことで言えば本当に、原発その面で大丈夫だろうかってことや、崖崩れ、土砂崩れってことも原発の近くで心配されるところ全国にありますよね。でそういうことで言ったら本当にどこでも起こりうるってことだからっていうことで、学生ともに学んでいき、また訴え合い、そしてできたら動く、できたら支える、本当に自分たちのためにっていうふうに、考えていこうというふうに思いました。これからも、いろいろと関わっていきたいと思います。ありがとうございます。続いて埼玉訴訟の訴えの方いらっしゃいますか。じゃあ短く、埼玉からなりました埼玉訴訟の支援する会の湯沢と申します。この報道ですね、勉強の意味で今日来たんですけども、浦和で今までやってきたんですけど、9月12日に高裁の方に初めて来ますので、右も左もわからないので、
お願いに参りました。一緒に頑張っていきたいと思います。またあと一言言いたいのは、この間もちょっと言ったんですけど、不思議なことに所沢は今回全国で初めて保育園の隣に汚染土を持ってくるということを、国は今はもう取り消していません。私たちは12月19日に急に1週間ぐらい前に掲示板に、自治会の掲示板に貼り出して、誰も見てないんですけど、それで報告して、説明会を終わりにしようとしています。で実際も話せば長いんですけども、自治会で反対の決議をしました。また所沢市議会は全会一致で反対っていうのを出しまして、市長も最初は受け入れてたんですけど、市長の首が危ないということで、市長も今は黙ってるっていう感じ でそれでですね、短く言うと不思議な縁でそういうことがありましたので、原告の方の裁判も進めておりますが、このことも、マジな話で、本当に孫がね、来るっていうんで、もう死んでも死にきれないって感じで、リアルなんで、皆さんとこの同じようなことを方向としてはですね、思いますので、どうも一緒によろしくお願いします。以上です。すいません、お時間いただきまして、株主代表訴訟を、控訴審がようやく決まりましたので、事前集会の時にこういうピンクのチラシお渡しした方も多いと思いますが、昨年の7月13日に本当に嬉しい判決が出たんですけれど、残念ながら5人のうち4人に賠償を命じるっていうことで、小森さんだけ責任はあるけど取締役になったのが遅いから、まあ、賠償まではっていうことだったんですけど、相手方の責任を取るべき取締役4人が控訴しましたので、私たち原告の方も本当は判決確定してほしかったんですけど、相手が控訴してくるんだったらば小森さんも含めてもう一回責任を認めてほしいということ、賠償責任を果たしてほしいということで控訴いたしました。7月24日の15時、ちょっと遅い時間ですけれど、17時までしっかりと弁護士の方も用意して弁論いたしますので、ぜひたくさんの方が101号法廷に来ていただけるようお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それから支援者の原橋さん、規制庁落ちてるということで、ちょっと報告していただけると。すみません、風邪みたいな感じです。すみません、川崎市からお会いしました、原橋と申します。私は個人で動いてますので、特に所属とはございません。はい、で今、ちょっと現職規制委員会の方の話をということがありましたので、そちらの話を。6月22日に原子力規制委員会臨時会がありまして、久しぶりに東京電力ホールディングスの小早川社長が公の場に出てまいりました。で数年ぶりに生で出まして、KK 柏崎刈羽の核セキュリティに関することが議題になったんですけども、残念なことに傍聴者が私含めて2人だけだったということで、もうちょっとこれでは東京電力に対するパブリックプレッシャーにはなりませんので、ぜひ動画はノーカットで規制委員会のホームページにありますから、もう再生回数何十万回何百万回になるぐらいに皆さんぜひ視聴して拡散していただいて、まあ、これもパブリックプレッシャーになりますのでぜひお願いします。これ1時間程度です。はい、であともう一つ、今いわゆるアルプス処理水の放出の準備が急ピッチで進んでます。当然私はこれは反対なんですけども、規制委員会の議論によると希釈放出設備の検査が終わった時点で原子力規制委員会の定例会に報告、あと7月4日にIAEA の事務局長のグロッシ事務局長が来日するっていうこともされてますけども、IAEA がこの希釈放出設備の運転や運用に関する
包括的な報告書を提出する予定だそうで、それも提出されれば規制委員会に報告されるということです。で、ちょっとこの報告がいつになるかわからないんですが、現職規制委員会の定例会が毎週水曜午前中なので、まあ、7月5日あるいは12日の現職規制委員会定例会にこれらの議題が上がるのではないかなと推測されます。でちょっともう規制の側の手続きとか確認というのはもうどんどん進んでいるので、おそらくこちらの側で止めたり遅らせるのはもうほぼ不可能。じゃあとはどうするんですかというと、もうそれこそもうパブリックコメントからあるいはもうデモからスタンディングからあるいは個人での意見の総括から何から、もうとにかくパブリックプレッシャーしかないと思いますので、これはもうどこが呼びかけるとかもそういうことじゃなくて、規制委員会のホームページに意見を送るところがありますし、当然首相官邸のところにもありますし、とにかく思いつくことは自分のできる範囲でリソースを許す範囲で何もやるということをやらないとですね、もうこれはどんどん先に進んでいってしまうと思いますので、ぜひこちらのオンサイト原発の敷地内の方もぜひ敏感性を持って個々人でできることをぜひお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。先ほど回しました原子力規制庁の山中委員長会員の署名どっかで止まっていたら回してください。ノンストップが回ってるんですが、もしよろしかったらお願いします。それからでは先ほど質問だった件も含めてなんか一言最後になりますので、はい、お願いします。まあと言っても推測しかないんですけどなぜ裁判官は嘘を伸ばしたかですね。で、完全な推論ですよ。要するにロジックを紡ぐと、なぜ伸ばすか、伸ばしたい理由はやっぱ判決が書けない、あるいは書きたくない、どっちかです。書けないという場合は事務処理的に間に合わないというのが一つはあります。物理的に間に合わない、ただ材料は結構もう提示しているので書けないわけではないのではないかと考えています。そうすると書きたくないということになるのかと。でなぜ書きたくないか、でこれはあと3人裁判官の推論なんですけども、全員一致でどっちかの結論になっていれば、まあそれは書けますね。でまた最高裁に沿って全員一致なら、まあ、別に伸ばす必要はなく書いてしまえばいいということにはなりやすいので、要するに原告側をバッサリ切ってドライに判決するんだったらそんなに伸ばす必要はないのではないかというふうに、まあ、楽観的かもしれないんですけど、まあ、そういう見方が一つはできます。でそうなるとやはり最高裁の判決を覆すことの重みというのがベースにあって、それをめぐってやはり裁判官たちもなかなかこう一つの結論に達しきれない部分があるのではないかと。で4月に3人のうち1人が変わってるんですね。で4月からちょっとトーンが変わるんです。3人のバランスが3月までと4月で少し変わったように思えるので、まあ、そういうところを見ていくと完全にプロファイリングみたいですけども何らかのその3人の力学が3月と4月で変わった結果だいぶ姿勢に変化とか影響が出てきているのではないかというふうに見ているのではないかというのが一つの推論です。ですので極めて俗人的な話なんですけども、まあ、基本的には最高裁をめぐってやはりその重みがかなりある中で、現場の裁判官にとってはそこに抗うというのはやはり簡単なことではないというのが一つベースにあるのではないかと、まあ、こういう見立てを今一つはしています。あとは裁判官、裁判長が12月でとにかくいなくなっちゃうので時間の制限がありますから、そういう議論をしながら一定の結論を得て、要するに3人で一致してない中でこれから合議でまとめて、でまとめ上がったものをそこから判決ってなるとさらに時間がないので、まあそういう意味で現状からやはり判決までは現実的ではないっていうことがもしかしたら中にあるのかもしれません。完全な推測ですけど、ただまあ全負けで決まってるんだったら伸ばす必要ないっていうのは多分一致してるんじゃないかと思うので、一定やはり神奈川訴訟はその最高裁を覆す目があるからこそ、まあ、伸びてしまっていると、まあ、そういう面もあるんじゃないかと思ってもらうと皆さんの気持ちは明るくなるんじゃないかということですね。
はい、以上です。ありがとうございます。このようになってほしいなと。はい、それではの、最後になりますが、事務局の方からちょっと報告があります。よろしくお願いします。8月25日、決心決まったら勢いよくいろいろ始めようと思って、ご報告しようと思っていたことが、なんかまだちょっとスタートが、ちょっとロケットが打ち上がらないようなんですけれども、一応まだその目がなくなったわけではなく、弁護団も頑張るということなので、8月25日、どうなるのかなって、みんなで気を揉みつつ、すみませんけど、もう少しお付き合いをいただきたいというふうに思います。そして元気が出る企画ということで、福棚の方では、今年は総会も、まあ、このところリアルで開いていないんですけれども、久しぶりに、10月9日に横浜駅前西口の花輪県民センター、2階のホール会場を抑えましたので、10月9日月曜日の祝日の午後の時間帯、おしどりまこけんさんをゲストに呼んでですね、総会はなるべく短時間でまとめつつ、今後の運動の展望をですね、まこけんさんと共に語るというような企画を、考えております。なので、ちょっと先の日程になりますが、カレンダーにチェックをしておいていただけると助かります。それと今日のですね、このあと、5時半から6時半新橋駅前の、宣伝行動を予定していたんですが、ビルの中にいると分かんないんですけど、外は暗くなっておりまして天気が悪いようでございます。ということで、急遽、外の宣伝行動本日は中止ということになりましたので、まあ、お気をつけてそのままお帰りくださいということです。それからご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、教大王の久保先生にご挨拶をお願いします。教頭代表の久保です。今日は蒸し暑い中、朝午後から大勢の方おいでくださいまして、ありがとうございました。昨年の6月17日、最高裁の判決を聞いて、私はがっくりきました。そして、今日はですね、神奈川は県庁長来、神奈川がひっくり返すんだ。そして、そのためには、6月30日、8月25日、傍聴席を満席にする必要があるということで、皆さんに呼びかけて大勢の方が来てくださる。ところが決心は決まらない。またがっくり来ました。本当にこう6月という月はもう思い出したくもない、そんな月になる、そんな気持ちを持っています。で、6月の20日と20日に東京の決心があり、21日に千葉がありました。そこに出席いたしまして、神奈川にも来ていただけるもんですから、私も決心の時ぐらいは行こうと思いまして行ったわけです。で、そこに全国から原告団のリーダーたちが来て、そしてその人たちを1年ぶりに拝見しました。私は 6.17 のあの裁判のショックがその人たちの体に表現されて、1年間のこの人たちの苦労を本当に感じました。で、裁判所というのは本当に原告のことを考えていない、自分たちの都合しか考えていない、こういう組織があるということに驚いています。これはやっぱりあってはならないこと、原告のことも国民のことも考えた上でこ
状態というのは他にはないと思います。その点ぜひですね、弁護団も含めて変えていっていただきたい。で、私たちは8月決心のつもりでやってきたわけですから、ぜひですね、裁判所にもそこの思いを伝えていただきたいというふうに思います。で、まあ、私は法学と違いまして、経済学などという属学をしておりますから、ただこの間ある本を読みましたら、戦後日本の経済復興を担った人たち、こういう人たちのなぜ成功したのかアンケートが載っていました。その中には従業員が生まれて組織が良かった、それからいいイノベーションの波をつかんだ、こういう成功の秘訣を語った人たちを見たんですけど、一番大きな貢献をした企業のメンバーの答えは共通しています。それは何だったか、諦めなかった、窮地に追い込まれ、そして何度も諦めようと思ったけれども諦めなかった、それが彼らの成功の秘訣だ、そういう結論を読みました。私たちも諦めない、8月25日皆さんがここに来てくださることを望み、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこれで、どうも今日はありがとうございました。先生もありがとうございました。